ボートレース住之江の今回の6日間の G1、5日目の優質争い、準優3つのカードは第2弾を迎えています。第10レースの準優勝戦です。1、2、3、4、5、6、枠なりでここはゆっくりと出揃ってまいりました。ほとんど風はなく穏やかな競争水面上でゆっくりと枠なり。1号手の岡村正史、今回地元筆頭の活躍、予選2位通過を果たしていまして、準優第2弾の人気の中心。2号手の吉川元博、さあこちらは今年 G1 初優出なるかです。3号艇で田村貴信、 G1 通算50回目の優出なるか。市二さん、あとは4号艇の吉田角郎、今年 G1 初優出に挑戦で引っ張るでしょうか。5号艇の田中慎一郎は高松宮記念10回目の優出なるかです。6コースに回って6号艇の磯部誠、 G1 初優出なるかとなっています。さあこれで市二さんの4号6枠なりで3対3に分かれてまいりました。さあまずは激しく幕を開けました今年の G1 の最終関門、今大会の地元期待を集めました岡村正史が気合の陰線の準優第2弾第10です。さあ前提が進入してまいります。1番2番3番4番5番6番の枠なり進入です。1秒、今スタートしていきました。さあスリット後、角から4号艇の吉田角郎、インコースから1号艇、インコースと角がいいスタートですが、まずはインから先前1号艇の岡村、刺して2号艇膨らんだ懐、4号艇が差し切って吉田、あとは3番5番6番でさあバックセッチャー陰線から1号艇の岡村正史、内から刺して4号艇の吉田角郎が上がってくる。さあ1号艇4号艇一定審査、あと6号艇の磯部で、その後ろ3号艇5号艇2号艇の順、なおスタートは正常でした。ランタンマークは先頭で1号艇で人気の岡村正史、そして2番手差し返し4号艇の吉田ですが、先頭2番手は変わらず1号艇4号艇ここも1番と4番、そして現在3番手には6号艇が上がってきて、ここも現在146、レースは2周目へと入ります。さあ先頭には1号艇の岡村正史が陰線から踏ん張って、ここも人気の中心先頭、2番手に現在4号艇の吉田、そして3番手は6号艇、2周目のタッチタンマーからバックセッチへと入っています。先頭1号艇、2番手は4号艇、後ろから6号艇差を詰めて磯部ですが、さあ4号艇と6号艇2番手3番手の差が縮まって、現在判定進歩と4号艇の吉田の外から6号艇の磯部で4号艇6号艇接戦となって、あとは後ろ3号艇5号艇並んで最後方に2号艇です。ラインタンマークは先頭で1号艇の岡村正史、2番手4号艇が行って外から握って回ってくる6号艇ですが、2番4号艇の吉田、3番手には6号艇の磯部、146で最終周回へと入ります。最終周回先頭には1号艇の岡村正史、ここも1号艇人気の中心が気合の陰線、そして2番手には軽快に4号艇の吉田角郎です。3番手には6号艇の磯部誠で最後のバックセンジェと入ってまいりましたが、枠なり進入、インコース4コース6コースの146で固まって、あとは水替えて5号艇3号艇が並んでいまして、最後方に2号艇の順になっています。準優の第2弾も146、1号艇の岡村正史がこれで2年連続の決勝進出、そして2番手は4号艇の吉田角郎が今年G1 初優出の第10レース準優の第2弾は146、まもなくゴール。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番、3番ゴールイン、2番がゴールイン。